ササクサは、単子用植物イネかササクサ属の植物で、多年草である。ササに似た葉を持つ、背の低い草で、種子はひっつき虫である。多数の茎が束になって生え、背丈は40から80センチメートル、その半分位は果樹であるから、中型からやや小型の植物である。葉は、茎の節ごとに、やや間を置いてつき、はっきりした短い傭兵がある。身は、 長さ10から30センチメートル、高皮心型で、薄い角質で、扁平、少し艶があって新緑。非常に笹の葉に似ている。なお、あまり目立たないが葉脈が、はっきりとした、格子状になる、という点も、珍しいらしい。牡蠣は8から10月で、長く茎を上に伸ばし、少数の即死を出す。それぞれの枝に細長いコボが、水上につく。 コボには柄がなく軸に対して大きい角度で立ち、一つの枝につくコボはどれも同じ方向に突き出す。コボは先の尖ったほぼ円筒型で先が尖っているのでどんぐりを思い切り細くしたような形である。先端には短い差しが多数あり、そこに逆差しが密生している。果実が熟するとコボの基部で切り離されるようになり、 先端のサしが何かに引っかかるとコボ全体がくっつくようになっている。衣服などによく引っかかり、布目に食い込んで外れにくい。引き剥がすと、コボ先端のサしの出ている部分だけが切り離される。果実はこの時外れる部分に入っている。布目に残る部分は小さいのでなお外れにくくなるという悪循環になるので、ひっつき虫としても立ちの悪い部類に属する。名前は、 蒸気のように葉が笹ささに煮ることによる。ひっつき虫しているこぼみぎは全部、左は先端部だけが残ったもの。この植物のこぼは数個の花からなっているが、結実するのは一番下の一つだけである。基部には二つの方 A があり、それぞれ楕円型でゴミ役を持ち、大きさは二番目のものが大きい。その内側に、最下の小花の森 A があり、この内側に、 お寿司べ2本とメシべが入っている。うちえは細長くてヘラ型。この花が結実するわけであるが、それに続いて、さらに数個の小花があり、それらは大化して、森 A のみとなっている。この部分は結実する小花の森 A に包まれているが、その内側では細い柄でつながり、切れやすい構造になっている。柄の先には数枚の森 A が互いに包み合うように、してまとまっている。 それらの森へには短くて鋭に逆棘の並んだの木があり、その部分の先端から束のように突き出す。これがひっつき虫の針の役割を果たしている。つまり、小ぼの小花の内ち最下のものが果実を作り、それ以外の花は引っかかり役になっている。果実が熟するとこの部分で動物などに引っかかり、小ぼの基部で外れることで小ぼ全体が運ばれ、しかもその先では、 引っかかり部分が外れることで果実の部分だけが脱落するという引っかかりやすくしかも散布されやすい構造を作っている。我々にとってはこの引っかかり部分だけが外れるというのが厄介であるが、つまり衣服についたそれらを外そうとすると大抵は主要部分が引きちぎられて普段の針の部分だけが残るのである。すると、 今度は小さくなったものをつま先で引きちぎる作業にかからねばならず大変な労力を強いられる。なお、笹草では、不燃の小花の森 A にある野木は当日小花のそれにはないが、下記の遠笹草ではすべての森 A に同じような野木が出る。森林の林下に生える。浅い山にも多く、やや明るい林園などに大きな集団を作ることがある。 神社などでもよく見られ、秋にこのような場所を歩くと衣服が大変なことになる。本州から琉球列島に分布する。国外では朝鮮南部、中国南部からインド、インドネシアに分布する。同族のものとしては日本にはもう一種とく草がある。全体にく草に似るがやや大きく、またこぼの規模が大きく膨らんでいて扁平になっている。点が大きく異なる。 分布もほぼ同じであるが、はるかに希少である。イヌカの草で、葉の幅が広くて、笹に似るものは他にもあり、チゴザサやチジミザサのように名前に笹を含むものも、いくつかある。しかし葉の形では笹草が断然笹に似ている。また、それらの草はもっと小柄で、茎が這うものが多いので区別には困らない。九州南部以南にある笹木ビスタフは幅広い葉をつけ、 株立ちになるもので、全体の姿はやや似ているが、こちらの葉は縦だが多くて、むしろヤシの葉を思わせる。ありがとうございます。